続いてピントレのお時間です。今月はヒップアップトレーニングご紹介しています。今日はこの雑巾を使ってヒップアップ。今回は美しいお尻と美脚が手に入るトレーニングです。雑巾かタオルをご用意ください。長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブからお届けします。ピントレご指導は2017年の日本一の美ボディに輝き、現在はライフスタイルクラブの代表を務めていらっしゃるゆこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今月はずっとお尻に注目してきました。はい、テーマは夏に向けて気持ちもお尻もアップですね。うん、今日はですね、そうです、上げていきたいと思いますが、結構きつい動きを皆さんと一緒に雑巾をやりたいと思いますので、ぜひそのあたりの布をですねご用意いただければと思います。これがどう生きるんでしょうか。はい、これを今から使っていきたいと思います。はい、床に置いてください。もしもあのフローリングの方は雑巾必要になるかと思うんですけど、もうマットの方とかはですね、あのマットをどかしてやるとやりやすいかなと思いますが、この子を使ってお尻をしっかりと上げていきたいと、そして美脚にしていきたいと。美脚も叶うんですね。はい、いい形をいい動きで作っていくことができますので、やっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずは骨盤幅で立ち、はい、後ろに雑巾を置いた状態を作りましょう。はい、はい、そしたら片足を雑巾に乗せます。ちょこんと、はい、ちょこんと乗せたら、そのまま走るようなイメージで少しだけ手をつけてあげましょう。はい、後ろ足を引いていきます。お、滑る滑る滑る。そうです、そうです。この時後ろ足に体重がかからないように、あ、前重心でね、はい、動かしていきましょう。なんか前に行きますね、体。そうですね、そうです。そしたら今感じたいのは前の足、前の足が左足だったら左のお尻ですね。はい、そして戻っていく。そうです、そうです、そうです。戻る時も後ろ足には体重をかけません。はい、はい、これを繰り返すんですが、ポイントとしては前足の膝が内に入ったり前に行ったりしないようにしましょう。まっすぐですね。まっすぐ向けた状態でお尻を落としていき、はい、戻っていきます。うわ、それそれそれ、はい、こんなにピキピキします、お尻って、はい、しますっていうぐらいに効いてます。そうなんです。これ見た目よりすごい破壊力なんですけど、ものすごい複合関節運動といっていろんな関節を使うので、はい、うまくできれば美脚と美尻が手に入ることができます。これは雑巾侮るなかれ。そうですね、5回ずつ一緒にやっていきましょう。はい、はい、そのまま後ろにお尻を引いて、そうです、そうです、膝が前に行かないようにだけ気をつけましょう。はいはい、そう、そして戻ってきます。戻るポジションは最初のポジションと一緒です。引きすぎなくて大丈夫です。はい、はい、そしてまた下がって2回目、後ろに重心をかけずに膝つま先同じ方向で、はい、3回目、いけそうな人はもう少し膝がギリギリ床につくぐらいまで、その時目線は少し斜め前、はい、そしてお尻を踏んで戻っていく。戻れない、戻りましょう。戻れない戻ってください頑張って。そう、腰とか反ったら危ないので、はい、まあ、自分の中でね、こうなんとなく走るフォームでいけるところでいきましょう。無理はせずに行いましょう。はい、行いましょう。お尻の境目がないわっていう方とかはね、この動きとってもおすすめです。確かに境目、ただもちろん膝もね、向きをすごく気をつけないと膝を変に痛めてしまったりとか変な形作ってしまったりするので、丁寧にまっすぐ、最初は小さな動きからぜひ雑巾使って始めてみてください。本当、この雑巾があったおかげでスーッと滑ることができましたもんね。そうなんです。はい、皆さんもお尻アップアップ、そして美脚目指していきましょう。はい、ゆこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ピントレでした。さて、今美脚を、そして美尻を手に入れようと岸君も頑張っておりますが、どうでしょうか。破壊力があります。破壊力今月はですね、はい、月曜日にトレーニングして下垂あたりお尻が筋肉痛ってなるんですけどね、間違いなくこれも筋肉痛になります。どうでしょう、うん、もうやってる最中からピリ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 痛いんですが、ちょっとできるじゃない岸君ぐっといこう、ぐっと。いやいや、もう倒れます、これじゃったら。お、岸君でもこれぐらい。いや、ここのお尻の裏、そうですよ、お尻の裏っておかしいですか、あ、足裏と太ももの裏とお尻の、ね、付け根あたりがビシビシきます、はい、皆さんも境目も、ね、できるということですので、皆さんもぜひやってみてください。ここまでピントレをお伝えしました。